皆さんこんにちは,こ,んにちはこのチャンネルではウェディングのフリーランスに向けて情報を配信してるんですけど引き続き宮下さんにはいていいいきたいと思います、はい、宮下さんは、はい、その <coughs> まあショートがとってはいい,あのいろいろお忙しい毎日だと思うんですけど <laughs> そうそんなことないですそうすそんなことないうすうそんなことないうすうその普段のスケジュールうそ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 でそうそうそかそうそうんうそ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 う そんなスケジュール難しいですけどね。まあ土日ははいまあ、仕事撮影そうですね現場,が現場があって、はい、ま平日もまあちょこちょこどんなのがあるんですか。まあ家族写真だったり、はいはい、ま前撮りだったりはい、はい、撮影があって撮影自体はそうですね。あとはもう本当編集したりですね。うん、編集なんか他にあるんですか。編集とそのぐらいですか。家でする作業ってまあ。 ブログというか執筆したりいい、ね、執筆したり <laughs> 執筆もでってるんですね執筆したり <laughs> なんかなんていうんですかね、そのあんまりあのあんまりなんて悪いは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 い撮ること、はい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  一日のうちでこの時間って仕事をしてるとか感覚じゃないんですよねあー。なんかオフの日を決めてるとかもない、ね、全然ないですね。その休みとか決めてないですね。あ<ー><然>まあなんか適当に適当にって言ったらまたあれですけど <laughs>、はい、まあなんとなくそうですね。んとなくなんとなくまあはた、まあ、から見たらこれが休みなのかなっていう感じですけど自分なりこれが休みでこれが仕事でっていう境目が。 僕の中であんまりないかそういうのをちょっとメリハリなくてできないなっていう人も結構友達にいるんですけどやっぱ仕事に行って職場に行って仕事をするっていう何かこう切り替えないと仕事できないっていう方もいらっしゃいますからね。っていう方もいらっしゃいますけど僕は逆で家にずっといても仕事できるし家にずうんそうですね何かなんて言いのかな趣味が多いのでそれになるべく時間を使って。 趣味が趣味、まあ、カメラも趣味みたいなものなんですけど <laughs> でも好きなことをずっとしてるっていう,感じですあそ,うその中にカメラがあるっていうですて感じですはい。それが今わる仕事になってるっていう,いで、うん、そう趣味って何,何ですか例えば、まあ、た小説読む、はい、映画を見る、はい、あとは旅が一番ですね、うん、旅がすごく好きなので旅に出るあとはビールを飲む夜はあんましないですかあれ毎日飲んでる、ね、毎日飲んでます 夜はしない、あんまり。どうなんすかしないというのは、仕事は仕事酒飲んだら基本的には大事な仕事はしないですね。昼間のうちに大体終わらせちゃうって感じですか終わらせちゃうっていう感覚でもないですけど、いろんなことやってるから、好きなことだから。どっちかというと飲み会とか、人と会うことのが多いですね、夜は。そうなんです それは、それも好きだから、なんか仕事にとかではなくて。飲んでる相手が仕事関係っていう時もありますけど、はいはい、ただ、人と飲むのは好きなので、まあ、一人飲むのも好きなんですけど、<laughs> まあ、結局ビールは好きなんですけど、やっぱりこう、なんだろうなあの、あんまり面倒くさがらないというか、誘われたらやっぱりこう行きたいなってなっちゃうので。人が好きだからはい そ,うね、まあその家にいるよりは何かが起こるじゃないですかああまあそうですね外にいた方がねはい、はいまあ、家にいても何かテレビ見たらすごい自分にとって重要な情報が流れてく、うん、る可能性もありますけど、うんまあ、少ないですかね、はい、というは外に出て何かが起きるっていう方が楽しいというか,、うん、なんか芸人みたいでのあのなんかネタを探しにああ<ー> <laughs> でもそういう感覚に出るかもしれないですけど <laughs> <ー>何かがそこにあるからへえ それに何か価値を生み出す自分じゃないですか。だから何かを求めに。求めってわけでもないですけど、楽しそうだなと思っていくだけです。それ、なんか生きたりするんですかいや、生きたりしますよ。やっぱそこで、なんか、結構多いのが、直前に自分が経験してみたりしたものが、その飲み会で話題になったりするんですよ。これ、すごいなって結構思ってて。例えば、例でもいいですよ。何でもいいです。例えば、笑うセールスマンを、アニメの。ありますね。 あの今、アマゾンプライム、<laughs> ネットで <laughs>、ネットでこう見れるじゃないですか。<laughs> すかアマゾンプライム大やすいぶあですかね。見れるじゃないですか。<laughs> はいはい、で、そういうんでこう、例えば見たとするじゃないですか。はい、そしたら、これ飲み会関係ないですけど、見たら、その後、打ち合わせの新郎新婦がいて、はい、その新郎新婦がアマゾンプライムで、はい、あの、ワラセレスマンを見てから来たって言うんですよ。<ー>そんなことありますだけ。<laughs> ね、もうちょっと、まあれは別にそこまでじゃないですか、すね、昔、ちょっと前だ、まあ、ったじゃないですかでで、僕はすごい好きで、たまに見るんですけど、うんうん、それがまさかってなるじゃないですか、そういう偶然が結構あるんですよ。うんうん、なんかそういうのって結構やっぱり多趣味だったりするからっていう。まあ、そういうことだと思うんですけど、いろんなものをこう吸収したいと思うので、はい、だその結局、新郎新婦さんに会うときも、例えば新郎さんが、多分僕、どこ出身でも。 何かしら言えるんですよ。なんですか。いろんなとこ旅ってるからです。あ行ってるからじあ実体験で言えるんです。おお、すごいですね。はい。だからもうそうなんす。海外もあるある程度ある程度もそんなに行ってないんですけど、行ったりしてるんで、海外のこれどこなの新婚の子どこ行くどこどこですって言ったらなんとなくこう返す。要するに何か何が来ても答えられるようにしてるのあります。そうなんです。めちゃくちゃコミュニケーションに来てるじゃないですか。じゃあ。あ、そうそうそう。趣味とか。絶対そうですね。はい。 結局、カメラマンも言ってしまえば、営業じゃないですかうん、そうですよね。大きなクイズをっちゃうと、<laughs> もう営業とは思ってないですけど、思ってないですけど、でもやっぱりその、いかに2人の,その、僕と相手にとって共通の話題、同調できる会話っていうのが、いくつ見つけ出せるか、絶対その方が好きになれるし。うんそうですよねはい、うん 信頼関係もある,あるし、やっぱり同じものが好きっていう人と会うとやっぱ嬉しいじゃないですかなので僕も別にそれが苦じゃないというかいろんなものを知りたい人なのでそれがたまたまこの人が僕のは今まで経験してきた中であこれが好きな人なんだっていう感じで見てるうーんその話題はやっぱりさっきの芸人さんみたいですねっていうのが一緒ですけどなんか絶対に他の人も やっぱり自分がこうやって活動してると同じような人がやっぱり友達になったり仲間になったりするのでそうするとそういう人たちもみんな努力している人たちなのでそういう情報交換っていうのは絶対またそ違うところに生きてくるので。 やっぱ何もしないよりは何かするっていう感覚なので多分忙しそうにしてるだけですん、はい、自分で何か忙しくしてるっていうかあでもまあそういう暇が嫌いっていうか、はい、そういうの嫌いではないんですけどあの寝る時間を多く取ってます僕はどっちかっていうとボートス、はい、あっ昼とかでもねああまあたま,たまに昼もして夜の時間あそうそうそう8時間は絶対寝ない人なんですよはい、はい、夜でも結構じゃ朝遅いんですかそんなことないでも寝るのが遅くないですねあんまり12時とか寝ちゃうんで 7、8とかに起きてる感じですね。その後まあ趣味したりとかなんだそうですね。するか、はい。でまあ夜はまあ、そうですね。ままああ毎日じゃないですけどね。毎日じゃないけど、ははいいまあまあ、飲み行ったり、自分一人飲んだり。はははいいい。やっぱりそういうの大事ですよね、コミュニケーションを取って。両方交換して本当に、あの今、二十歳ぐらいの子たちに。 ちょっと、まあ、授業を教えてもしてるんですけどその時、学生にやっぱ何したらいいですかとか聞かれるんですけど今、今20歳ってないですか ?20 歳のえフリーランスの方とかじゃなくて私は、ま、違うなんですけど、はい、まあ20歳の子たちにちょっとそうそう学生がいるんですけどその学生にやっぱ言うのは一人で飲みに行けって言ってるんですよとにかく旅でもいいんですけど一人旅に行け一人っていうにでできればスマホを使うなと。 例えば飲みに行ってスマホいじったら何飲もないとあ飲んでる最中に一人飲みしてる時あこの文句になっちゃういいやとりあえず一 <laughs>、ね <laughs> はい、人飲みしてるんだったらスマホいじれないのでしれまいですあであ、まあ、もう話しかけるなオーラが出るから積極的にその場もう本当にマスターでもいいし隣に座った人でもいいのでんとりあえずカウンターに座ってほしい飲み屋行くのもいいし本当一人旅にして 旅って絶対一人で行った方が話しかけられるんですよ、うんうん、他の人に。二人でいると話しかけられづらいですけど、まあそうですよね二人,人の,あれ、ね、人のなん世界に入っちゃいますからね、一人と全部自分で決められるので、なので、相手も一人でこっちも一人とかだと、やっぱり話しかけやすかったりするので、んその偶然ってすごいと思うんですよね、えー、そこの旅に一人で行かなかったら絶対その人と話してないし、まあそうですよね。はい、っていう経験してほしいんですよ。<ー> 全然違違う考え方もいますねそういう出会いが結構僕は多くて旅にいっぱい出てるからなんですけどいまだに仲いいですもんね旅でだった人ってへえあったりするんですかあったりします全然あったりしますそういうのしたいんですけどなかなか行動できないですよね決めればいいんですな何で行動しなきゃいないんですかんかそのんですかねんか例えばですけどよく言われる本当によく言われることって 結局そのやらない理由で探してるじゃないですか。うん、そうですよね。いいじゃないですか。ね、で、それも、もう一つ、、掘り下げると、その。考え方のシフトをしてほしくて。うんうん、どちらかというと、その。なんていうのかな。えー、っとね。例えば、一人旅,一人旅したいです。はい、という思いがあるとするじゃないですか。例えば一人旅したいけど、できない。はい。はいはい その時にじゃあなぜできないかってことじゃないですか。はいはいはい。じゃ、はい、ないですか。はい、でその時に例えば仕事が休めないんですかっていう人多いんですよ。じゃあ仕事を休むためにどうすればいいかを何で考えたのかなと思ってたんです,そうですよね。はい。 だから仕事を休むためにどう行動してるのかなあ行動してるのって聞きたくなっちゃうんですけど、うん、それ聞かなくて嫌なやつみたいになっちゃうんで、あんま聞かないんですけど、<laughs> そね、その仕事を休めないの分かるんですよ、分かるんですよ、多分いろんな、大変いっぱい仕事あるでしょうし、う分かるんですけど、そのために努力をしているのかどうかが知りたいっていう感じですね、だから本当に行きたいのかなって思っちゃうんですよ。 憧れ、分かんないですけど、憧れで、例えば子すよね行ったらいいんだろうなとか、でもなんかそういう人の話を聞いてれば、行きたいなと思うんですけどね、でもじゃあ、自分が本当に行くのかってなったら、多分何かしら、分うん、多分本気でやりたいものとかしたいものとか欲しいものって、どうにかして手に入れるんです絶対に。そうですね、そういうの忠実ってことですね、結構。そうですね、多分本能ですね。 本能に忠実です旅したいなと思ったら旅しますし去年も8月は仕事いれるもんかと思って8月は本当に一人で1か月間月間車で日本中一人で困りましたね日本一周一周はしてないですけど高速使わないってルールだったんで結構すごいですね高速使うと街の雰囲気分かんないんですよああまあ確かにねしかも値段安く済むし別に目的地があるわけでもないしどっちか街の中を走りながら触れて ここの街は運転が荒いなとかこんなとこあるんだちょっと行ってみようとかそれは高速でできないんですようん、うん、ちょっと寄ってみようできないんで目的なくてたまたまその日そこに着いたぐらいの感じですうんそうですよね宮下さんのそのなんか前の動画でも話しましたけどなんだ新郎新婦とすごい仲良くなるみたいなそういうのの、うん、まあ原点ってきっとなんかそういうところにあるんでしょう人が好きとかまあそうですね人とれたい新しいものを知りたいうそうですねへえ 知らない道に入っていくのが好きですね知ってる道を忠実に行くよりは、うん、ここ行ったらどうなんだろうって言って勝手にこう寄り道しちゃうみたいな感じのが好きですねわかりました <laughs>、はい、いやでもやっぱそういういろいろ行動言い訳しないで行動自分のやりたいことに行動していくっていうのはやっぱ大事ですねまあ,あのいわゆるアドラー心理学ですねというと <laughs> 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 まあまあアドラー心理学としてますアドラーっていう心理学があるんですけど、うんはい、それってその基本的に心理学って原因追求するじゃないですか、はい、はいはいはいあなたが今こなってるのはもともとこあ、うん、そうですねトラウマっていうのはもともとこういうのがあって今それが何かトラウマになって今こういう状態になってるっていうのを真っ向から否定してるのがアドラーなんですよはい原因は関係ないってああそれ今を生きろみたいな今、まあ、今を生きろなんですけどそうあのどっちかというと目的のが大事だ人は目的で動くっていうんですよあの原因で動くんじゃなくて人は目的で動くものだと はい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 、はい、なので旅をし一人旅したいなっていう目的があるんだとしたらそれを止めてるのは原因ではない。だからなんかその仕事が休めないからとかっていう原因ではない。っていうふうに考え方ですね。どっちらもとうん、うん、ちゃんと目的がしっかりしてないからだってこと。まあそうですね。今まあそう結局結局今をどう生きてるかっていうことに結びつくんですけど結局現状として多分それに対して。 本当に目的としてそれが目的となってない可能性があるのと、あとは単純に、現状を打破できてない自分が悪いというか、本当に行きたいなんですよ。本当に行きたいなら、その打破する方法を考えない。考えなきゃいけないし、考えればいけないわけないんですよ。そうですよね。本当に行きたいなら仕事辞めればいいんですよ。極なんですよ。本当に行きたいなら仕事辞めればできますから、これ極なんですけどね。そういう感覚で。そういう感覚でフリースになったんですよね。そうですね。いんは もう旅がしたくてしたくてしょうがなくて、1か、うん、月間の休みがどうしても欲しくて、年に1回、それはもうちょっと、会社員じゃ無理だってなったので、まあ、もちろんフリーで自分の力を試してみたいなっていう気持ちももちろんありましたけど、一番やっぱりその休みを自由に取りたいというか、まあ、休みっていうか、旅行がしたい、旅がしたい。でも、やりたいことのために、やっぱり何ができるのかっていうのを考え,そう考えて、行動してるっていうだけですかね、うん、どっちかっていうと。 わかりました。はい。はい。じゃあ今日はこんな感じで話したいと思います、はいあ。ありがとうございました。ありがとうございました。